おまあね、アンダーティックやるし、えー、っとー、まあこの、ホテル配信9日間、まあ今日で9日目、ああ、9日目 ?9 日目はなんだけど、放送に来てる人間と来てない人間ってはっきりしたんだよ。で、放送に来てない人間のほとんどがアンチになったんだよ。今まで来てたのは常連ね、ブッダだから。徹底的にブッダだから。みんなツイッターとかもか、えー、確認し、ブッダだけまくるから。俺のことをフォローしてるだろうし、ツイッターも。徹底的にやる。 うん。それは別に俺のリスナーから離れたからじゃないよ。うん。いち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 俺の放送でね、アンチを今まで否定してきて、えー、してきた、ね、常連リスナーどもが、自分らがアンチになって同じことをやってるんでしょう。だからぶっただから。うん。分からすぎてやるよ。じみいらっしゃい。徹底的にやる。うん。小ぶたの声見、もったいないかね、いらっしゃい 自分らがさ、放送を楽しんでるときはさ、アンチコメントとかさ、嫌がって馬鹿にしたりとか、うざがってたのにかかわらずさ、今自分がそ,れそちら側でしょうん。同じことやってる。くるみいらっしゃい。あいちいらっしゃい。ぐっちいらっしゃい。ゴンタいらっしゃい。徹底的にやりますよ、そいつらに限っては。ふみいらっしゃい。うん。そうね。悲しい話。本当だよ。放送に来なきゃいいんだよ、全くもって。ちびここここ安いらっしゃい。 放送に来なきゃ意味も変わらず、来てアンチコメント書いてるからね。僕は知ってんだよ。うん、知ってんの。なんでかっていうと、閲覧数は、ね、閲覧数は何も変わってない。変わってないというより増えてる、うん。本当に。気持ちいらっしゃい。増えてるんだから、閲覧数は。ってことを考えれば、はっきり言って、い,いつも来てる人たちの方が断然多いんだよ。 しかも若干増えてるだけだからな。だから、ぶったたいていきます。家具がいらっしゃ家で。うん。いらっしゃい。だって粘着してくんだから。粘着して、アンチを否定したもからず、俺の放送に来てアンチコメントを書いてるんでしょ。わかるんだだって。社会いらっしゃい。わかんの。んで、俺のアンチになったやつで、ね、その なんて、のんちゃんの囲い、囲いみたいなやつ、やつは、なんか、ね、のんちゃんやっぱり優雅さんともとも、どうにか元に戻ってくださいよっていうね、連絡を入れたらしいから。うん。そうそう。で、のんちゃんにブロックで触れたらしいけど、そういうやつもいるぐらいだから、こうちゃんいらっしゃい。徹底的にポッたたいてやるよ。うーん。性別をいらっしゃい。 みんな、わかるんだからさ、今まで来てた常連組でさ、ギャーギャー、ギャーギャー、ここでやりたい放題、リップ飛ばしたりとかしてさ、やってた人間たちわかんだろ、うん。なあ、今までいたよね。うんうん、いたんだから。そういつらが放送を一時期おかしくしてる部分もあって、俺は注意入れてたんだからさ、にもかかわらず、な俺ともんちゃんが別れたことによって、アンチ回もありましたとか、くだらねえから、うん、ぶったたいてやるよ。散々やりたい放題やってきたんだから。 キングボックスいらっしゃい後悔者多いよ。うん。あ、算太にごめん。お前みたいにモテないわけじゃないんだ、俺。すまんな。お前みたいに、な童貞の方形うん。童貞方形、うん。い、うん、ね。2形じゃないから。安心して。見なくなったら名前いるでしょ。そうそう。 でも一番わかりやすいんだよ、ルーキーに。それ。のんちゃんのツイッター見て、えー、フォローとフォロワーにいるとか、う見りゃわかんない。そういうのって。そっから一番探すのが一番早いんだよ。絶対ツイッターもフォローするっていう、うん。一番見るの早い。うん。そうすればもう一目瞭然。まあ、そうゃいっぱいいるよ。うん。いなくなったりするのはわかる。 でそいつらがアンチコメント書いてるのは、まあ、全員ではないよ。うん、でも多くがそう、多くが。うん、他の放送で絶対見ないもんね。俺、俺の、俺もさ、なん人が多い放送見たりとかするけど、よ、えー、よしおふくして見たりとかするけど、いないもんね。他のところでコメント打ってないもん。うん、だそういうことなんだ、ね、よ、結局。でも、俺の、この、 ふわっちのフォロワーは減ってない。減ってないんだよなフォロワーは。そうそう。減ってないんだよ、おかしなことに。DJ 小山医ってことは、そいつらフォローしてるし、今まですぐ放送に来て挨拶コメント書いてるってことは通知も入れてるはずなんだよ。だろうん。だから、それを考えると、未だにいるんですよ。 それともブロックしてっか全員そいつら。俺はわかるから、把握してるから、自分の中で。アイテム投げてる人間たちもいたわけだし。もちろん、アイテムね、あのー、闇投げしている人もいるけど。闇投げ。要は何、何えー、っと、匿名で、うんうん。匿名で投げてる人もいる。ちょっと理事長があって、匿名にしなくちゃ、コメントも打てないっていう状況があるので。うん リスナーがターゲットなにあると思う。また戻ってくるんじゃない戻ってこないよ。の、戻ってこれない。うん、月から見そう。戻ってこれない。うん。あの別になんかさ、仕事の事情とかなんかでさ、その別にいなくなるの全然構わないんだけど、そうそう。なんか結局なんかアンチコメントを書くときだけ、タヌキとかのこうやってキツネ枠のときだけコメント書いてる。うん。だけ。 匿名でディスる匿名のね、ディスるコメントって聞かないよ、あんまり。理由は人として見てないから。やっぱ長い間、ニコ生っていうところでやってきてるから、匿名のコメントに対して誰か誰,誰とかいちいち見てないじゃん。だから文字として見てるから。うん 人じゃないんだよね。だえば、くるみだったりとか、いこちゃんだったりとか、キムチっていう名前の人、人で話してるんじゃなく、うん、文字だよね。だから、まあ、聞かないですね。そいつに感情があって言ってるとは思ってないから。名前 D だ、名前 D とかみんなが名前がついてるやつだと、うんと、感情があって言ってると思、えー、思ったりとかもするけど。うん 答えようがない。あ、出た。めんどくせ、うん、エクスパンド。パソコンだってのが分かった。たパソコンは文字だけだね。うん、文字だけ。な、うんうん、ら感情がこもってない。感情がこもってないからあんなこと書けるんだ、ね、よ、うん。だから、ガー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 コメントが走るでしょ。 だから、まあ、そこに、あんまり、うん、自分も頭に来ないというか、うん、あ、ただ悪口書いてるだけだな、なんか言いたいんだな、うん、で、質問したいんだな、それだけ。うん。ゆっくりまったりがいいよ。うん。まあ、どうせね、まあ、帰ったら、また気持ち入れ替えてやるし、ブラジャードルバイらっしゃえ。また帰ったら、まあ、違う放送になるんでね、バイクも取りに行ってやらなくちゃいけないし、 配信は配信なので、とりあえず、まあ、いろいろなことはやろうと思ってるよ、変わらず。うんまあ、寒くなってきたんで、ちょっと横になるか。いやー、今日何時に会うんだろう。で、うん、何時会うんだろうね。もう飽きちゃうね、ホテル。 秋ね、もうこの景色ももう見飽きたろ、正直。9日、もう今日で9日目だけど、やることもねえさ、うんうん。本当はね、俺がキャスバーとかでやればよかったんだけどね、キャスバーとかで配信やればよかったんだけど、あの場で配信やっても、まあ良かったんだけどね、配信やっても良かったんだけど、 うん。やんなかったな。一回もやんなかったな。二回って。うん。びっくりしゃんなんか最近さ、すごくさ、俺さ、そ自分の彼女をうんのんじゃなくさ、なんか配信者とすげえ噂立てれるね。クルちゃんを狙ってるやら、あとは、サイバーレカピーと付き合ってるやら、あ、なもんか。 その二人が一番多いのかな話題では。すごい多いな。うん、まあ、クルちゃんは多分全体的に多分ね、あの、他の、何男性配信者とこうやってまた開いたりとかしてるから、多分それでそういうふうに思うかもしれないけど。ちゃんと職取ってるよ、そこそこ。最近は。コラボばっかりするから、ばっかりでもねえだろうよ。ばっかりじゃなくね